皆さんご機嫌いかがですか。次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はっていうか今日もぼかし肥料を作ってみようかなと思います。今日の発酵素材はなんと酒粕でございます。ぼかし肥料の発酵素材何種類もあるんですけど、こんなにいいものがあるっていうことを見過ごしていました。米ぬかぼかし肥料を酒粕発酵で作ってみたいと思います。ミキサーに酒粕を入れて、砂糖と湯を入れてかき混ぜて、そのできた、甘酒のような液で米ぬかに、を混ぜてですね、発酵させてみようという、そういうぼかし肥料なんですよ。で、ぼかし肥料っていうのはね、そもそもぼかし肥料っていうのは、速効性の肥料ですね。窒素含有量も高いため、少量でもすぐに肥料効果が現れますから、追肥として使うのが正しいやり方だと思います。追肥の仕方は土の上にパラパラ撒く程度で大丈夫です。不安になって撒きすぎてしまうと窒素過多になります。ぼかし肥はこまめに少しずつ撒くのがコツです。そもそも窒素っていうのは地球に存在する元素の一つで、酸素や二酸化炭素のように空気中に存在していて、その割合はなんと空気の 80% を占めています。生物の DNA やアミノ酸の元になり、生命維持に欠かせない元素なのです。植物にとってはまた後で説明しましょう。動画の途中ですが、今回の、酒粕発酵ぼかし肥料の作り方をちょっと解説したいと思います。なんでこれやり始めたかっていうとね、近所のねおじんが言うんです。ぼかし肥料の発酵何使ってる？油かすとか砂糖とか納豆や乳酸菌使うこともあるけど、アホか、こんなもんな、酒粕使うたら一発やがな。青天の霹靂、目から鱗、旗と膝を打つ。ほんまや、なんで気づかんかった。確かに麹やら酵母やらなんか良さそうな、一発かどうかわからんけど。ということで酒粕についてちょっと調べてみました。酒粕の魅力、お酒を作った後にできる酒粕には麹菌が残っています。酒粕は一定時間一定の温度を保つと発酵が促進され酵素を生み出します。麹菌によって生み出される100種類以上もの栄養素や酵素の主な成分は、ビタミン B1、B2、B6、B12、葉酸、パントテン酸、イノシトール、ビオチン、食物繊維、オリゴ糖、システイン、グルタミン等の必須アミノ酸やブドウ糖などです。これらの成分は実は、病院で使用される栄養点滴とよく似ています。酒粕ぼかし肥を作ってお米のバイオパワーを余すことなく肥料にしましょう。材料はね、米ぬか1キロ、酒粕 150g で、砂糖大さじ2杯、水適量。もみ殻が手に入りにくい方が多くいらっしゃったので、今回はあえてもみ殻を外しました。その代わり鶏粉を一握り入れております。砂糖を使う理由、砂糖は実は無限の化学原料でもあり、バイオエタノール、さらにそこから抽出されるエチレン、プロピレンなどなど、石油製品に代わる未来の二酸化炭素排出量を削減する自然の資源でもあるのです。でもこの動画では化学製品を作るわけではなく、ただ単に発酵を促進させるために砂糖を使います。あ、液肥って書いてもた。いやー、液肥も動画やるんで楽しみにしておいてください。酒粕 150g、 砂糖大さじ1、水か湯ですね。で、研いでよく混ぜ合わせます。ミキサーでブイーンすれば楽ちんです。ぬるま湯を使えばさらによしってことですね。この時点で飲めば甘酒です。米ぬかに、こいつを
加えよく混ぜ合わせます。様子を見ながら加水していきます。握ってみてボロボロっと崩れる程度になるまでべちょべちょは腐敗するのでダメです。万が一水を入れすぎた場合はペーパータオルを乗せて水気を吸い取るとか、また裏技ですがタオルをぶっこんで水気を吸い取るっていうこともできます。そしてビニール袋に密封して保管します。変な匂いをするものが入っていないので室内に保管できます。早い、そういうことです。読んでの通りですね。冬場は発酵に時間がかかることもありますが室内で保管すればそんなに時間はかからないです。保存方法、完成後の保存は湿気と虫が大敵です。湿らさないように工夫してください。米びつ用防虫剤を入れておけば安心です。紙袋にお菓子の乾燥剤と一緒に入れて新聞で包んで段ボールに入れ保存できます。ご注意、ここ肝心です。酒粕は粕とはいえ 6% 程度のアルコールを含みます。わしは幼稚園の頃酒粕をペロペロして酔っ払ってしまってどえらい目にあったことがあります。だから子供は大人に断ってから作りましょうね。お酒は二十歳になってからです。材料と作り方は概要欄に書いておきます。それでは動画の続きをご覧ください。さっきのお話の続きですけどね、植物にとって光合成は欠かせないもので葉緑体は窒素によって作られています。ところが植物は窒素を直に吸収できません。土壌に含まれる窒素を微生物が分解してそれを植物が吸収しています。マジで即効性です。夏場だとぼかし肥を使ってから数日以内に効果が出始めます。地温、気温、環境などにより差はありますが夏だと2週間ぐらい、春や秋だと、1ヶ月以内に 60% 程度の窒素を放出します。これは植物が吸収利用できる窒素です。しかし窒素肥料の与えすぎは逆効果になります。窒素過多になると、葉っぱに栄養が回りすぎて葉っぱばかり大きくなって花も咲かず実もできないということになります。また害虫の被害も発生します。完熟堆肥と同じようにぼかし肥をすき込んだりするととんでもない窒素過多の作物になってしまいますので注意してください。一度撒いたぼかし肥、次いつ撒くかというタイミングはですね、葉っぱの色で決めてください。葉っぱの色は鮮やかな緑色、これが目安です。ぼかし肥に含まれる残り 40% の窒素は分解しにくい有機物になっているのでゆっくり分解しながら窒素を放出します。したがってぼかし肥の窒素が全部で切ってしまうまでには数ヶ月から半年ぐらいの期間だと思ってください。元肥に使うにしても追肥に使うにしてもパラパラパラと土の上から撒く程度が適量ではないでしょうかということですね。でまあこういう感じでね、一生懸命混ぜていくんです。でこれ残り全部入れちゃいましょう、せっかく作ったんで。でまあべちょべちょやったらこのもったいないけどちょっと残しておきます。でしっかり混ぜて握ってみます。握ってみてちょっとしっとりしてるけどバラバラバラっと崩れる、この程度がベストですね。でこれをですね今回は、密封タイプの元気発酵させていきます。ビニール袋に、しっかり入れて閉じ込めるというね、まあ、冬に適した発酵方法ですね。しっかり空気を追い出して袋を密封します。でできれば暖かい室内で保管してくれれば発酵も早く始まります。ギュッと閉じてなるべく空気を入れずに、で室内で保管して、5日後ぐらいに発酵が始まりました。相当あったかいです。
で40度ぐらいまで上がるんですけど、温度上昇がねずっと続くんですが、終わったら完成なので天日干しして乾燥させて使ってください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。